公園のチューリップも濡れて咲いてる。このチャンスだからシュンとしないで。Watch for tomorrow. Watch for tomorrow. Let's search for tomorrow.この広い世界で。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスボタン。いえいえ。ちょっと夏目先生変えてくんない？そのバナー。これ夏目が似合ってる、一番。似合ってないよ。え？似合ってない。え、でも白の方が似合うやろ。うるさい。うるさい。あ、はい。あ、え。五、四、三、二、一。見てないです。電気室降りた人います？今日トウヤが先端さんを見てないのは電気室に置いてます。寝ちゃった、はい、寺蔵と先端と会ったけどその後貨物まで抜けました。はい、アドミン情報本当に1秒ぐらいしか見てないんですけど、はい、貨物1、はい、でシャワーメイン11、エンジン1、エレキ1、ラウンジ1、コックピット1、ミーティング1、そんな感じだったと思います。参考までに、あの直近で、はい、あ、はい、ボタン押される1秒ぐらい前、うん、てか、あのこの一瞬で見て最後金庫ぐらいに入ったんですけど映ってない感じかもしれないです、ね、ああ、いや、もう、はい、うん、あやふやで小鉄、ザメキさんから小鉄、あ、貨物1、テラゾー、はい、はい、でラウンジついてたかもしれない。こう微妙です。なのでなくてよくて、はい、シャワーメイン11。シャワー最後誰か会いましたけど。センターはメイン。多分。あ、これインポスターかもしれない。小屋さんと会った気もするな。最後。僕は電気にセンターさんを置いて。最後ボタンですね。ボタンを押します。はい、ボタンです。インポスターが変身した。お、なるほど。あ、なるほど。モーフィング説の人はシャワー、はい、でエレキ1いたと思うんだけどな、微妙か、エンジン 2がついてたのは間違いない。あれ1じゃなかった、さっき1って言ってましたね、うん、ああごめんなさい、エンジン 2です。あ、じゃあ夏目と誰だ。あ、パン君です。夏目パンで、コックピットは私ゾニー。俺、宿舎前か昇降機のどっちかなんですけど、映ってないですかね。ああ、ちょっとあやふやで申し訳ない。なんか疑われるかもしれない。千早さんはキッチン。キッチンです。はい、あ、キッチンかもしれない。エレキにカウントしたキッチンかもしれないです。ああ、はい。まあ、じゃあ、一瞬しか見てないから、申し訳ない。千早さんの死体はどこなんだろうね。シャワーあたりなるのかな。エレキさんの経路ちょっと聞きたいです。あ、はい。次のターン喋ります。ボタン押します。はい。お願いします。公園のチューリップも濡れて咲いてる。このチャンスだからシュンとしないで。ねえ話聞くよ。友情のチェンジ、こっちおいで。素敵なものわかる、大切だとわかるから。はい、お願いします。ありがとうございます。
はい。僕の経路、エンジン脇で、エンジンタスクの方にコックピットのリングフィットをやる。その後、アドミンをちょっとだけ見て、武器に展望に、エレキだけ。にだけ確認し、エンジン宿舎前に行くところ、宿舎前金庫のドアを開けて、金庫の、磨きタスク、その後戻った時にダウンロードのところにいる夏目先生エンジンの上見て、その後右のドアが開いていたので誰かボタン開けてるなと思ったら東屋さんがボタンで、消防機左にあったって感じです。なるほど、はい、僕がボタンを押しに行く時金庫側とエンジン側のドア開いてたので、あの念のため聞きました。あってます。はい、はい、開けました、はい、僕が言うこと。ヤーマンさんおかしいじゃないですか。あ、なんで開いてたんで入りました。すれ違ってないのかな。どうなの。エレジーさんだったら入ってないでしょ、金庫室。あ、入りました。金庫6枚行きました。金庫の真ん中の、宝石磨きもやって帰ってきた時にダウンロードの松見先生見た。ヤーマン入った瞬間ぐらいで終わったって感じです。あ、じゃあ合うんじゃないですか。出た瞬間に終わったんでしょ。いや、僕は昇降機の下、はしご下ぐらいまでは行ってますでしょ。だからギリギリニアミスはありえなくもないけど、まあ怪しいなぐらいですね。あと山本さんが夏目先生の新情報が出ないのもちょっと違和感かなぐらいですね。僕は夏目先生の位置とかドアの状況どこか調べに行ってほしいなと思ってます。夏目ダウンロードしてましたよね、エンジンの上の左の。そう、そこ先に僕が行ったと思うので、うん、ああ行ってましたね。ダウンロードは最後までダウンロードしてたってこと。あ、そう、ダウンロードやって終わり。じゃあ、まさその前撮ってたったら夏目先生見てないとかしてね。夏目先生おったかな。山さんの死人が少ないってことですよね。だからおそらくメインから、そういうことですね。メインから茶碗に入ったシェイプの人が山さんが対象ってことですか、これは。盤面的に。うん、東屋さん、東屋さんがいたっていう、その東屋さんかな。うん、山さんじゃないか。はい。下位置ってじゃあ、下位置ってじゃあ、ベントで金庫とかに飛んでるかとか。はい、右側ってことですよね。エレジーさんが見た武器に展望にって該当者います。展望に千早パン君。はい、武器私ぞに聞いたと思います。もう一人誰かそのあたり、うん、結構前ですよ。テディエルも前です。夏目、うん、かな、うん、ワンチャン夏目だと思う。あ、ですね、夏目の武器な気がします。オッケーです、うん、一応山さんに見えちゃった。テラゾー右に行ったの見えてた。覚えとらん。緑、緑、緑、くるくる、くるくる。緑茶、緑茶、メンチ、緑茶。メンチ、みどりちゃん、俺、みどりちゃん、俺、みどりちゃん、俺、白、みどりちゃん、俺、白ちゃん、はい、コミ。あ、コミサボの1秒後に死んでます。バイタル見てました。あ、バイタルを見てたんだね。はい、バイタルでバイタルを見てました。だから、あれじゃないです。あ、役もいない。そうですね、はい。うん。じゃあ、林さん、今どこいます？シャワーで夏目先生と見合ってる。あ、千早さんの偽物がコミュから武器庫行ってました。おお。で、千早さんがシャワーにいるのは、まあ、合ってると思います。うん。パン君はできない。夏目先生もできない。あ、ゾネキさんも後ろから来てるね。そうそう、はい、私もヘラドエレクトリカルです。ヤマさんは、ヤマミーティングです。全部のドア出ました。宿舎真ん中右、はい、誰でしたか。リフトどっちにあったんだろう。ごめんなさい、全部見てないですね。とりあえずもうミーティング待機してました。込め直したのって東屋さんだったんですよね。うん、まあ、直した1秒後だからタイミング的にボタンを押し読みできるとかもありそうです。他のバイタル情報から、うん、まあでも直ってて山さんがミーティングにいてボタンを押されてないとやっぱミーティングにいなかったってことですよね、それ。ああ、ごめんなさい。あ、そうですね、確かに確かに、うん、確かに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 同様に違うけど、うん、直って1秒後に死ぬ、その4秒後ぐらいにセンターがレポートっていいですよね。で、その 4秒間、一応
ほぼ並走してたんで、メインからエンジンから。ボタン連打してたわけじゃないってことですか？ああ、ボタンは開いてたんですけどね、はい。ちょっと押さなかったっていうわけはありますよね。はい、あ、そのわけは。あ、インポスターやからかもしれないです、これは。そんなこと言われたらもう、ならないわけに。いや、もう。はい、まあ、ごめんなさい。千早さんに変装しました。ありがとうございます。嬉しいです。千早さんになすりつけれると思ったんですけど。見合っちゃってます。すいません、こちらも。いや、ごめんなさい、すいません。そうか、千早さんが浮いてたらローラーの可能性もあるんですよ、ね。そうなんですよね。いや、まあ、見てるんで。あ、もう強すぎるんです、これ。もう本当に皆さんが。ムツーさん、夏目守って。やだ。ムツー。スピリチュアルやね。スピリチュアルやね。白水緑。白水緑オレンジ。白水緑オレンジ。センちゃんが パン君どこですか？ミーティングです。千早さんがパン君を切ってるのをカメラで見ています。おお、また俺だ。でも千早さんじゃないん、白水色緑オレンジは違うと思います。白水色緑オレンジ。先に情報を出して。あ、キャラ期待。起きます。はい、このレポートが入る、そうですね、6、7秒前くらいに貨物に一人誰かいるのを見てます。はい、LG です。LG さんカメラに映ってましたね。この情報を先に出します。何ですか？あ、はい。はい。LG さんがそう。どこからその情報を千早さんは？貨物の配線タスクです。最後ミーティング。その宿舎の上から下に降りてくる誰かがちらっと見えたんですけど、分かんなかったです。まあ、多分千早さんの姿をした人。あ、うん。ラウンジにいたの千早さん。貨物の配線タスクとか、今最後はシャワーかな？シャワー入りますかね？また。はいはいはい。はい。序盤エレジーさんと一緒にシャワーでタスクしましたね。あ、あれ本物だ。配線タスクとか、うん、タオルとか、その後右行ってです。以上です。でも、千早さん変身させされてたら白なんじゃない？ヤーマンさんですよね、確か相方になれないからシェフターにいるから、うん、多分シェイプシフト、そうだね、変身された人は白なんだ、だから千早さんは無理だったね、うん、じゃあ寺蔵さんだ。センター違うんだ。僕はちょっとセンター疑ってて、そのあラウンジの時にあのセンターとキルする瞬間を見たんだったら、僕がキルして何木さんにカメラを見られて返信解けてレポートしていったことになりますよ。あ、そうか、そういうことか。確かに寺蔵さんだ。寺蔵さんが何で先生か、ゾニキさんと最後すれ違ってるんで、うん、メインで、いやいやいや、わかんないです。それまで行けるのはわかんないんで。どっちから来てました、まあまあまあ、寺蔵さんは。エンジンから行ってます。うん、そっちから来てました。ないローラジーか。寺蔵さんだ。わー、くらえ！えい！せっかくシェイプシフター解いてゾニキさんとすれ違ったからゾニキさんから白出ると思ったのに。いやー、ミンティック側から来てたら自白するじゃん。解除して。いやー、これ難しいっすね。めっちゃ。いやー、まあ、ないっす。めっちゃ難しいっす。ピロロピロロピロロ3倍かけました。からの2倍2
まあ、2回目のキルはヤーマンじゃないんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。だからもうここはもうちょっと僕が浮いてたんで、ヤーマンさんが被ってたヤーマンさんが浮いてたんだ。そうです、そうです、そうです。で、寺蔵さんが若干浮きそうやなと思ったんで、もう適当にスプレーだったな。あと宿舎前のあの扉が開いてることバレたら山さんがそっちにいること分かっちゃうから、宿舎前の扉は周りで湧いて開けようと思ったら山さんがちゃんと閉じてくれた。めっちゃ答え言ってたんで、どれもボタン押しに来てくれなかったんで持っていこうと思ったんですけど、持っていった。すいません、寺蔵さん。そうなんですよ、待ってたんですけど来なかった。すごい。いやでも難しい。ああ面白い。ずっと山田さんも追いかけ回してたのに。難しい。全然誰も来なかった。いやそうですね、新しい感じ。変身使うの難しいよ。変身難しいっすね。白取れちゃうんが辛いっす。うん、確かにな。確かに。あれ死んだ人には変身できないんだよね、当たり前だけど。そのターン死んだ人には変身できない。できる。そのターンはできる。できるんすね。あ、なるほど。もう会議で死亡が判明した人にはできない。あ、そういうことか。そういうことなんや。殺して変身すんのはありか。